ゆっくりしていってね。生き物大図鑑シリーズに魚類の登場です。生き物大図鑑ミニコレクション古代王。手のひらサイズのミニチュアコレクション。ラインナップはシーラカンス、甲骨横肉器や高層器加工シーラカンス目、全長2メーター。長らく絶滅したものと考えられていましたが、1938年に南アフリカのチャルムナ川で原生種が発見されました。その後インドネシアのスラウェシ島近海でも別種が発見されました。アリゲーターガー、上気候ガー目が赤、全長2メーターから3メーター。北アメリカ大陸最大の淡水魚、淡水と海水の両方に生息することができる希少な魚です。ラブカ、軟骨魚行カグラザメ目ラブカか。最大全長オス165センチ、メス196センチ。古代ザメに似ている。体型は細長い円筒形、幅広の頭部と柔軟な顎を大きく開くことができます。アジアアロワナ、上気候アロワナ目アロワナか。体長60センチから80センチ。東南アジア原産で、湿地や沼地の流れの穏やかな川に生息する。観賞魚として人気が高い魚です。体色が赤い個体を、紅龍と呼びます。アジアアロワナ、相手化石金龍。鱗の内側が青くなる個体です。以上全5種類。アロワナの塗り分けがリアルですね。塗装とディテールのみならず、背骨の曲線が美しいフォルムです。赤と青の塗料がとてもビビッドです。サイズ的には、ネイチャーシリーズと一緒に並べられるサイズ感です。円安の煽りか、価格は500円に爆上がり。数年前であれば、300円のカプセルコンテンツ内容でしょうか。ネイチャーテクニカラーよりも100円高い設定ですが、クオリティは概ね良好です。原型制作は、フェイバリットの魚を監修、造形されている、作家の森屋さんです。フェイバリットから発売されている古代王ソフトモデルのシリーズも森屋さんの造形です。どのような違いがあるのか、比較してみましょう。6種の古代王が発売されています。アジアアロワナ交流ソフトモデル。シーラカンスソフトモデル。シルバーアロワナソフトモデル。キューバンガーマンファリソフトモデル。ポリプテルスエンドリケリーソフトモデル。ピラルクーソフトモデル。同じ作家さんの作品なので、サイズが異なっても違和感がありません。台座のこだわりにも、共通点が見受けられます。フェイバリットのソフトモデルが、だいたい1500円前後の価格なので、サイズバリューとしては500円ガチャに負けていません。アロワナは、フォルムが異なりますが、クオリティは良好です。バンダイのガチャは、アロワナの混入比率が少なく、高値になりがちです。意図的に作られたレアアイテムなんです。1500円出すのなら、フェイバリットの方がいいかもね。どっちがいいが？こちらは同じガーですが、キューバンガーです。体長2メートル。アリゲーターガーに似ているが、頭部が体に対して小さいが。糞が太く短い。体色はオリーブグリーン。ガー。ピラルクー。アロワナ目アロワナか、ヘテロキス、赤。体長3メーター以上、世界最大の淡水魚。1億年間ほとんど姿が変わっていないと考えられている。生きた化石。ポリプテルスエンドリケリー。分岐器、ポリプテルス目、ポリプテルスか。最大全長70センチメートル。東南アジアでは、養殖された幼魚が安価に流通しています。小力と呼ばれる、特徴的な形態をしています。シルバーアロワナ。上気候アロワナ目、アロワナか。アマゾン川など、南米の河川に生息しています。体長、野生のもので最大で 1.2 メートル。水面に浮かんだ虫や甲殻類、小魚などを食べています。続いて、ネイチャーの深海生物と比較してみましょう。ネイチャーテクニカラーもの、深海生物ボールチェーン&マグネット。深海シリーズより、シーラカンスとラブカがラインナップしています。ラブカはだいぶ印象が異なります。バンダイ版は、動きのフォルムがダイナミックですね。ネイチャー版のシーラカンスは、両本模型の様相で、動きがありません。これはキーチェーン仕様のため、仕方ないとは思います。推測ですが、今回のバンダイ古代王のコンセプトは、ラインナップも保守的ですし、海洋堂やネイチャーシリーズが確立した、ビネット風フィグアのパクリでしょう。ついでですが、カロラータのミニフィグアも比べてみましょう。カロラータ古代王フィグア立体図鑑。カロラータのフィグアもそこそこ良いフォルムなのですが、
こうして比較すると、バンダイの躍動感の方がぐっとくるものがあります。金型の分割ラインも、頭部の稜線に合わせて目立たなくするなど、バンダイの方が進化していますね。バンダイは造形やアイテムは良いのに、色変えバージョンで、数を減らしてアソートを意図的に変更します。意地悪。まあ、カードダスのレアカードのような、詐欺コンテンツに比べると、優しいアソートだと思いますけども。余談ですが、バンダイの転売対策で、取り締まりが厳しくなるようですよ。これは憶測ですが、今後アマゾンやネットのセット販売などに規制が入るんではないでしょうか。ヤフオクで買えなくなるのかな。ガチャガチャで回してね、ということでしょう。ガチャフィグアはお手軽な価格で購入できるところが魅力的でしたが、1個500円の設定となると、ちょっと微妙です。フェバリットのミニモデルシリーズがクオリティ高いので、バンダイに固執することはないと思い始めています。価格に糸目をつけなければ、個人作家のすごい生き物フィグアもたくさんありますし、というかこのコンテンツも、森屋さんの作品ですし、ただブランディングとしては、バンダイから発売された方が、作家にとっては恵まれているのかもしれません。アソート比率はレアを入れて不均衡にする。今後もこのスタンスは変わらないんでしょう。うぷ主は、鬼買いはもうやめようと思いますが、やめておけ。それでもハイクオリティな新製品が出たら、一個は買っちゃうかもね。買うんかい。こういうのは中毒性があるからね、盲目にならないように気をつけて。お前ら。皆さんはどこまで追いかけますか？ご視聴ありがとうございました。